孫悟飯。正しいことのために戦うことは罪ではない。話し合いなど通用しない相手もいるのだ。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。いいアドバイスだ。だが、私は、私のやり方でやっているんだ。ご飯。俺の好きだった、自然や動物たちを、守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ、出来損ないめ。怒りが限界を超えたのか。